オートイコールアルプ県は、フランスのプロヴァンスアルプコートダジュール地域県の県。フランス語での本来の発音は、リエゾンにより、オトザルプとなる。フランス革命中の1790年3月4日に、新たに設置された県である。かつてのドーフィネ南東部から形成されており、1811年には、旧プロヴァンスのコミューンがいくつか編入された。 ワーテルローの戦いで第7次大仏大同盟が勝利した後、1815年6月から1818 18年11月まで、県はオーストリア軍とピエモンテ軍に占領されていた。1947年2月10日に締結されたパリ条約によって、対イ,イタリア国境の整理が行われ、タボールさんとシャベルトンさんが県に組み込まれた。 1942年11月から1943年9月まで県はイタリアのファシスト政権に占領されていた。南アルプスに位置する県である。真に都市といえるコミューンはギャップ、ブリアンソン、アンブラン、ララーニュ・モンテグラン、ベイヌしかない。非常に山岳地帯が多い県で県の平均標高はフランス国内でもも高い。県で 最も標高の低いコミューンはリビエールで470メートルなのに、大使県で最も標高の高いビウエックは4102メートルである。また、道路のネットワークも標高が高く、平均で標高1000メートル以上である。国内で最も高い場所にあるタウンホールはサンベラで2042メートルである。ギャップは国内の県庁所在地として、 最も標高が高い。そしてブリアンソンは EU 内で最も標高の高い都市となっている。県内にはデュランス川、ドラク川、ビュエック川、クラレ川、ギル川、ギサヌ川など多くの河川がある。さらにセールポンソン港を含め面積3000ヘクタールに及ぶ湖床がある。県には以下の自然区分上の地方が含まれている。ブリアンソネ、ボシャーヌ、 シャンソー、デボリュイ、キャパンセ、キュストロワ、ララニエ、ルケラ、ゼロアロザネ、ペイノワ、バルゴドマール、ベーデゼクランである。一方で、地中海性気候の影響を受けながらも、他方では、海洋性の多少幸運の影響を受ける。年間300日以上晴天日があり、夏同洋冬も観光が盛んな県である。観光業が経済で最も盛んな分野である。 観光統計局の最新統計によると、オートイコールアルプ県における観光支出は931万ユーロに上った。同じ期間に企業が売上高として報告したのは2427万ユーロであった。これは上記の数字が企業の売上高の38.4%を占めたことを示す。観光業における雇用が非常に重要で、 雇用全体のうち15%が観光業からである。親しまれているのは冬のスキーリゾートでアルプス地方に2 5 0トルにわたって複数のコミューンに広がるセールシュバリエといった広大なスキー場から一つか二つのコミューンにまたがる中小規模のスキー場が複数ある。夏は山での床が親しまれセールポンソン小屋河川では ウォータースポーツが行われる。エクラン山地は、ベルイーズダニアル、ケーラと同様に、国立自然公園や、地域圏自然公園の地位を与えられて保護されている。ここでは高山、中山間の登山やハイキングが優先して行われている。デュランス川と支流、その他の河川では、ラフティングやカヤック愛好家のため多くの機械が提供されている。タラールや、 サンクレバンといったコミューンでは、グライダーやパラシューターのために飛行場が整備されている。史跡として、モンドーファンやブリアンソン、フォール・ケーラに残る要塞、ラルジャン・ティエール・ラベセに残るバロン・流、ュ、フルネル・銀行ヤマトがある。宗教的歴史文化財として、12世紀混流の、ノートルダム・ド・ボスコ・ダン修道院、サンタンドレ・ド・ロザン修道院、ギャップにあるノートルダムへサンタルヌー大聖堂。 アンブランの旧ノートルダム制度がある。人口全体調査によると、県内の利用可能な住宅のうち46.1%は、セカンドハウス、別荘である。オートイコールアルプ県は、国内有数の人口密度が低い県である。1950年代に最小を記録した後、人口は以来着実に伸びている。この人口の増加は、主として、 ギャップの町に利益をもたらした。ギャップには県人口の約30%が集まっている。またデュランス川流域飛びウェック谷に集中するコミューンも重要である。人口の増減、ありがとうございます。